第4回レオン超過大釣り大会。はい、今回はですね、薩摩仙台市の仙台川にやってきました。メンバーは、僕ちょいちょいあげおと広瀬さんとピカピカ丸さんです。どうですか今回は、広瀬さんから。イエーイイエーイ。ピカピカ丸さんは満身創痍ですね。今回はシーバスを狙っていこうと思ってます。じゃあ早速やっていきましょう。魚影が見るから楽しいね。ほらほら、いや、チヌがいた。マジで、うん、おちょっと大きめのチヌがいた。期待できるね。よし、チヌ釣り。やっぱりね、なんかこの、うん、チヌ追うね、チヌ追うね。チヌ、チヌしかもなかったけど。広瀬さん、あなたにとって釣りとは何ですか？性欲の延長です。ピカ丸さんにとって釣りとは何ですか？OK オッケー。魚乞いの儀式。魚乞いの儀式です。雨乞いならぬ魚乞いのダンスをしてよ。時刻は10時、うん、続きまして仙台側にやってきました。ピカ丸さんは抜けまして、広瀬さんと2人です。これからまたシーバスを狙っていきたいと思います。イエーイ、チッカー。ヒットしました。ちっちゃいです。イエーイ。リリースします。お、リリース動画。あ、ピンボケ。広瀬さんも釣りました。ノリかと思ったらね。大きい竿にした瞬間、竿にした瞬間、あげおかね。あげおさんの超過。あげおさん。52センチ。52センチ。リリースします。リリースします。愛情のない投げ方やな。釣りとは性欲の延長である。ちょいちょいあげおさんです。荒かぶ釣り名人。あと10秒後に
腹が映ります。でーん、あげおさん、はい、今度の獲物は、今度の獲物は網です。網です。新種の魚ですか？新種の魚じゃないですけど、いや網ちょっと興奮した。荒株を狙ってるように見えますが、シーバス狙いです。本当です。職人、荒株とは町の釣りである。In my heart of hearts, I know it well. Been given my. Yeah!